2時間か。どれだけ経っても、いくら決意しても心の準備が終わらないな。遅れてごめん。お姉ちゃんに捕まってて、用事が終わってから急いで来たんだけど。大丈夫だよ、落ち着いてね。うん、ありがとう。それで話って何？あ、すごい、こんなの知らなかったよ。そうだ、この笑顔に僕は。ライトアップされるなんて、まあお姉ちゃんも教えてくれたらいいのにな。さくらちゃん、好きだ。え、僕と付き合ってください。あ、ごめん、急にこんなこと。違うの。これはね、私嬉しくて。あ、私も先輩のことが好きです。よろしくお願いします。いやー、泣いた。これで晴れて彼氏彼女だよね。そうなるね。初めてできた恋人が先輩でよかったって心から思うの。さくらちゃん、今までたくさん私の趣味も一緒に楽しんでくれて、やっと次に進めるんだね。さあ、早速先輩の家に行って恋愛映画でも見ましょう。あ、いやいや、結構遅くなっちゃったし、家まで送っていくよ。なんとなく今日は遅くなるかもってお姉ちゃんに言ってあります。恋人ができたらお料理作ってあげて、一緒に食べながら映画見るの夢だったんだ。だから私の夢叶えて。